はい、やってきました、ヒロニーだよ。このチャンネルは新築の分譲タワーマンションの紹介だったりですね、賃貸、売買、タワーマンション、内覧、内見に行ってるチャンネルです。興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も準レギュラーの柴さんです。はい、タワーマンションの柴さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう来ましたね。はい、はい、もう分かる方はもうこれだけで分かってしまうと思うんですが、今日来たのはここです。じゃろー、じゃん、ザ・パークハウス中之島タワーです。はい、来ました。もう同じですね。もうこのチャンネルをご覧になってる方は言わなくても分かると思いますが、ヒロニーのお家でございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、今日は何階でしょうか。はい、こちらですね、24階のお部屋をご案内します。なるほど、角部屋ですか。角部屋です。ああ、なるほど、ヒロニーんちもね、角部屋なんで。ヒロニーんちはまだ紹介したことないんですけど、まあライブ配信とかでね、あのリビングが見れると思うんですけど、まあちょっと比べていきたいなと思います。はい、ぜひご案内よろしくお願いします。お願いします。それでは行ってみたいと思います。お邪魔します。来ました、おー来ました、広い玄関、まずかなり広いですね。はい、でこちらの方にはかなり大収納のシューズクローゼットがあります。はい、まずはじめにこちらの方が洋室ですね。来ました、柴さん、はい、何畳でしょうか。 5.2 畳です。 5.2 畳、はい、なるほど、はい、長方形ですね。はい、でこちらの方からはちょっとね、目の前にね、大きなビルがあるんであれですけど、これ西ですね、向いてる方向は。はい、はい、こちらの方には、はい、しっかりで、ね、収納があります。まあ、ヒロニーんちと似てるな、はい、感じ的には。これこちらが主寝室になるんですか。あ、もっと広い部屋、お部屋あるんですね。はいはいはい、続きましてこちらの方が引き戸タイプの洗面所になります。はい、来ました、おー、なるほど、はい、来ました。すっきりしてますね。はい、綺麗な三面鏡で、こちらの方面がね、黒なのでめちゃくちゃかっこいいです。はい、ちょっとね、こう真ん中じゃなくてちょっと右に寄ってるんで、こちらの方に結構ね置いたりとかできるようなスペースになっております。はい、続きましてこちらの方はお風呂になります。はい、来ました、おー広ーい、これは1620あります。ヒロニーのお家と全く一緒ですね。はい、これはもう遜色なく一緒です。はい、全く一緒です。これね、はい、同じです。このような作りになってますね。十分広いです。はい、この湯船の感じもヒロニー家と同じなので、もう使っちゃいそうな感じですね。もはやこれはもう自宅なんじゃないかなと思うぐらい、全く同じ色のお風呂になります。はい、続きましてこちらの方が
メインの洋室になります。はい、来ました。おー、何畳でしょうか。こちら 6.4 畳です。ああ、なるほど。広い。先ほどの部屋より一回り広い感じですね。はい、十分広いです。はい、で、こちらの方には収納が、はい。先ほどは1面だったんですが、こちらの方はしっかりね、2面あります。このようなメインの洋室になります。はい、続きましてこちらの方がトイレになります。はい、行きました。おー、なるほど。はい、こちらの方は、はい、真正面に手洗いカウンターがついてるタイプになります。はい、ヒロニンチは真正面ではなく横についてます。ただ作りは一緒ですね。はい、トイレの感じも同じです。はい、リモコンもついております。上にも収納がしっかりついております。はい、このような綺麗なトイレになります。はい、続きまして、こちらの方は、メインのリビングとくっついてるんですが、メインのリビングは最後なのでこちらのお部屋先に行きたいと思います。はい。来ました、洋室3ですね。来ました、何畳でしょうか。こちら5畳のお部屋です。5畳ですね。なるほど。はい、窓もしっかりありますね。はい、こちらの方はさらにね、メインの洋室の横のお部屋になりますので、さらにね、ちょっと、まあ、抜けてると言ったら抜けてるのかな、でも全然見えます。で、こちらの方にも、なるほど、メインのリビング同じぐらいのね、はい、2面のしっかりした収納が完備しております。あ、この収納は素晴らしいですね、はい、普通に子供部屋としては十分な広さの収納になっております。はい、ベランダ出てきました。おー、あ、なるほど。そんなに広くはないんですね。もう一つの方がベランダになるんですけど、今回はこちらの方、狭い側ですけど、ベランダです。はい、見てください。リビングからの景色と同じなんですが、やっぱね、外まで開放感があります。はい、お待たせいたしました。メインのリビング行ってみたいと思います。来ました。おはい、来ました。メインのリビング、柴崎さん、はい、何畳でしょうか。こちら 15.3 畳です。なるほど、 15.3 畳。はい、めちゃくちゃ広いっていうわけじゃないんですけど、角部屋でコーナーサッシになってるんで抜けてます。はい、はい、見てください。こちらの方ね、はい、下の方に大島川が見えます。そして向こう側もね、はい、見えますね。抜けてます、しっかりと。これ弁天町だったりとか、はい、あっちのね USJ の方バッチリ見えますね。はい、そして見てください、こちらの方からは、はい、淀川の花火もねお部屋から見えます。はい、ただまあマイナス面を言うと、まあちょっと確定ではないんですけど、
こちらのね、空き地の方、メディアス会館跡地、タワーマンションが建つ可能性があります。タワーマンションが建つと、もしかしたらどうなるかなっていう感じですね。ただ建つにしてもまだ計画もね出てないので、まあまあかなり数年後、下手したら5年後とかぐらいになるかもしれないですね。はい、リビングの方 15.何畳でしたっけ？7畳ですね。はい、約16畳ですね。なんですが、はい、きっちりね、はい、カセットエアコン2機完備しております。まあね、こちらの方にテレビを置いていただいて、こちらの方にソファーを置いていただくというふうな形になると思います。ちょっとね、変わってるんですけど、こうリビングがクランクしてて、こちらの方に。お部屋みたいになってるんですが、こちらの方がキッチンですね。おお、広。これめちゃくちゃ広いですね、これキッチン。笑うぐらい広いわ。ああ、なるほど。はい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 。キッチンの方は、ヒロニンチとちょっと違うんですね。ヒロニンチはね、天板が黒なんですよね。はい。天板が黒なんでちょっと違うんですけど、作りはもうほぼほぼ一緒ですね。上にもしっかり収納もありますし、こちらの方からはね、はい、ベランダに出れるのですごくいいですね。足で言えばこれぶち抜いた方が、リビングも広く感じますし、こちらの方リビングなんでぶち抜いてもらった方が良かったかなっていうのはちょっと広に個人的には思います。それでもね、はい、こういう形がいいっていう人もいらっしゃるので、ね、はい、でこちらの方がディスポーザー、はい、食洗機もしっかりついてます。このようなキッチンになります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい。はい、まさにヒロニンチに近い、うん、はい、ちょっと違うんですけどね、はい、まあ、でちなみにここ 3LDK なんですけど、ヒロニンチは 3L2L に変えてるんで、リビングを広げてるっていう形になるんで、ちょっと違いますけど、あと方角もちょっと違いますけど、まあまあ似たような感じですね。ね、まあそっくりですね。全く一緒ですね。はい、素晴らしい。景色も素晴らしいですし、こちらの部屋からはヨドバの春もね、現状は見れるという形になりますね。はい、ファミリー持ってこいの物件だと思います。ありがとうございます。はい、この物件なんですけど、はい、はい、売ってますよね。もちろんです。はい、タワーさんで扱っているという形で、物件のお値段を言っていただきたいと思うんですが、その前に。はい、物件の詳細ですね。はい、ザ・パークハウス中之島タワー、地上55階建てですね。はい、この階は何階でしょうか？24階です。はい、24階の平米数は 83.3 平米、はい、の 3LDK ですね。 3LDK 角部屋、角部屋ですね。あ、やっぱ希少ですね、角部屋は。なかなか出ないんですよ。そうですよね、大きなマンションなので。そうですよね、はい、金額も希少な感じになってると思いますが、はい、お値段の方よろしくお願いします。はい、こちら価格はですね、1億4480万円です。なるほど、1億4480万、はい、ほぼ1億5000に近くなってるっていう感じですか。そうですね、すごいですね、はい、でこの価格でも売れてしまうという。はい、角部屋は特に人気がありますので、はいはい、おそらくマンション内の方でもしかしたら、ああ、なるほど、いいんじゃないかなとは。なるほどなるほど、はい、そこを見てるあなた、もうぜひもうすぐ問い合わせていただけたら間に合うかもしれないですけどね、ちょっとこれ編集してあげるまでちょっと時間がかかるから、はい、もしかしたらこの動画が出てる頃には売れてしまってるかもしれませんが、ぜひね、興味がある方は、はい、タワーズに問い合わせていただいて、柴崎さんのチャンネル芝塾ですね、はい、芝塾もぜひ、ね、チャンネル登録してください、はいはい、これからも一緒にコラボさせていただきたいと思います、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは次回という形で、さようなら、バイバイ。